せよ。12月2日に行われた MMA で IVE が大賞を受賞しました。IVE は IVE でアルバムオブザイヤーを獲得し、去年のソングオブザイヤーに続き2年連続の大賞受賞となりました。女性グループがアルバムオブザイヤーを獲得するのは2011年の21以来の快挙です。ちなみに IVE が一つのアルバムからキッチとアイアム2曲でパーフェクトオールキルを達成しましたが、こちらも21以来の快挙です。さらには2年連続の大賞受賞となり、 IVE の圧倒的な影響力を証明した形となりましたね。 IVE は大賞の受賞を全く予想していなかったようで、驚き喜ぶとともに涙をあふれさせる様子が印象的でした。 IVE のスピーチはとても感動的で、今回はスピーチに字幕をつけてご紹介しようと思っていたのですが、 ABEMA の公式 YouTube で字幕付きの動画がアップされていたので、今回は途中で字幕が切れてしまっているレイの部分だけ字幕をつけてご紹介しますね。ねえ、사실제가 IM 이라는곡을정말다같이열심히준비했는데활동을갖지못했거든요근데저희의정규앨범이다보니까여섯명다같이정말매죄송해요매일진짜스케줄하면서부담도많이느꼈는데잘하고싶어서많이노력을해서낸앨범이에요근데저희의그런마음이여러분에게닿을 수 있어서너무너무행복하고앞으로또내년에도저희여섯명다같이더든든해진멋진 IVE 의 퍼포먼스라음악을보여드리겠습니다감사합니다活動休止後も常に明るい姿を見せてくれていたレイですが、たくさんのプレッシャーや責任を感じていたようですね。その分大賞への気持ちは人一倍強かったのではないでしょうか。アルバムオブザイヤーを受賞したことでレイの気持ちを少しでも軽くしていたらいいですね。他のメンバーのスピーチも非常に感動的なので、まだ見てない方はぜひ見てくださいね。また古代神話をテーマにしたパフォーマンスも圧巻でした。ラチカお姉様方と共にしたパフォーマンスはしびれるかっこよさでしたね。ユジンもスピーチで言っていましたが、12月1日に2周年を迎え、その翌日に大賞を受賞するということがもっと意味があるように感じますね。3年目を迎える IVE がどんな姿を見せてくれるのか楽しみですね。今日のアンデンデン。あい